Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、千葉県船橋市にありますラーメンアシュラさんにやってもらいました。京成船橋駅から徒歩7分ほどの距離にあるラーメン屋さんなんですけれども、看板メニューの、ごまラーメンに関してはですね、豚骨や、鶏ガラなどからこうスープを出汁を取ったらスープにですねごまペーストを加えたラーメンになります。でこれね本当にごまを使ってますからね、香りと風味がよくお腹にも優しい、ラーメンになります。で今回ですねこちらに、ちょっとね辛いごまラーメンがあるということで、今回これを挑戦していくんですけど、そのメニューがですねかなり辛いごま担々麺ということでね、かなり辛いと、これどれほどものかとはちょっと正直、想像がつかないんですけれども、まあ、ちょっとね今回はこのごま激辛に挑戦していきたいかなと思います。来ました。こちらがかなり辛いごま担々麺ということで、いただきます。さあかなり辛いごま担々麺、お手並み拝見ですよ。こんにちは。どんなもんじゃいということで、まずねスープからいきましょう。いただきます。わー、非常にクリーミー。しかしねこの口の中をバンと刺激するスナイピンですけど、あ、うまいな。これ聞いた話によってね、これ鶏と豚で、このスープの出汁を出してですね、これ昆布だしとか、ちょっと和風だしにこう仕上げてるそうで、非常に美味しいですね。これわーうまっ。たまんねえぞ、おいこらということで、じゃあちょっと麺もいきましょう。入ってる具材、これネギ、ひき肉、具材はシンプルですけども、これ美味しいな、本当に。食べログの評価も結構 3.67 とか7ぐらいとかで、結構評判いいみたいです。うまっ。素晴らしい。これね、癖になる辛さですね。スープうまい。半分ほど食べ終えたところでここで行きましょう。おいからタイム。本日はですねこちらのヤゲンボリの唐辛子、これヤゲンボリと書いてあるんですけど、はい、今日ヤゲンボリはねこれ唐辛子有名ですけども、ヤゲンボリの唐辛子を加えて後半戦楽しんでいきます。ごまラーメンがこうもう一番人気というか、もうお客さんの7割ぐらいがもうごまラーメンを注文してってですね、その中でも一番人気はこの味玉ごまラーメンということで、これ美味しいね。このごまのペーストが入ってるんですけど、クリーミー、風味がいいわ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラーメンアシュラさんのかなり辛いごま担々麺辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル6です。はい、6になります。非常にこのごまの香り、そして風味が良くてね、本当に美味しかったですね。これね
お世辞抜きで、今まで食べた担々麺の中からベスト3ぐらいに入るぐらいうまかったですね。ひき肉もね、こう肉肉しい感じがですね、非常にこう、ごまのペーストがたっぷり入っていますからね、お腹にも優しい、健康的にということでね、スープまでごくごく飲める、そんな一品かなと思います。これはたまげた。普通にプライベートでも通いたくなるぐらい、美味しかったです。これおすすめですね。うま辛です。うま辛担々麺ということで。食べ終わった後ね、この唐辛子の刺激でね、程よく痺れる感じがまた心地よいなと思った今日この頃でございます。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ゲキドブログ、ツイッターなど更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。